美袋駅は、岡山県総社市美袋にある、西日本旅客鉄道博尾線の駅で、旧昭和町の中心駅である。南独駅名として知られている。駅番号は、JRV10。校内短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、端式ホームの一番乗り場側にあり、 島式ホームの2.3番乗り場側へは古線橋で連絡している。風格ある古い木造川ラブキの駅舎が特徴である。かつては簡易委託駅であったが2007年に完全な無人駅となった。現在は倉敷駅が管理している。愛イコ利用可能駅。愛イコチャージ機能付きの自動券売機及び簡易型の自動改札機が設置されている。 便所は新しく作り直され、男女別になっている。駅舎は2007年12月7日に、登録有形文化財に登録されている。駅舎は、白尾線、倉敷美袋館が開通した1925年に建てられた。木造平屋でセメント瓦吹きの切り妻屋根、外壁に木板を重ねた構造が特徴。窓や入り口の建具をアルミサッシに変更した以外は、 ほぼ建築当初の姿を保っている。1985年から総社市が管理、上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場、2番乗り場は上下共用の対比線であり、岡山方面域で特急の通過待ちを行う列車が使用する。もともとは駅舎側の下りホームを1番乗り場として順に不満していたが、2019年3月16日の ダイヤ改正に合わせて、上りホーム側から一番乗り場にする形に変更された。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。